あ、もう待ってる。はい、どうもこんにちは、カーチュンです。今日はですね、浦和店からお届けしてるんですけれども、勢ぞろいですね、はい、これからフランスに行く、はい、もうこの後行きます、はい、撮ってる時期はすごいバレちゃってるけど、はい、これ公開される頃にはフランス帰ってきてる、ね、増田くんと、サトシのこと佐藤さん、はい、で3人集まって今日はどんなお話をするかというですね、はい、今日のテーマはですね、脱初心者ですね、うん、脱初心者、初心者を脱するにはどうすればいいかみたいな部分で、100キロ走りたい、100キロ走りたいをちょっと今日はテーマにお話をしたいと思います。で、100キロ走るにあたってこういうふうにすると楽に走れるよとか、そういった話で多分 YouTube いっぱいあると思うんですよ。なので、100キロ走るにはこれをするなこれをするなみたいなね、失敗だ、私はこれを100キロ走るロングライドでやって失敗しましたみたいな、そういったね、マイナスの側面から教訓を得て、皆さんに脱初心者していただきたい。ちょうどね、公開する時期もね、今日は気温が36度ぐらいありますけど、まあ、そんな暑くなってない時期だろうということで、自転車にいい時期になっているということで、ちょっと今日はですね、そのロングライドの失敗談、100キロライドの失敗談でちょっと今日はお話ししたいと思います。3人の中で今ロングライド、コミットしてくれてるのが、スタッフマスこと増田くんなんですけど、はい、増田くんは、ロングライドめちゃめちゃ得意なので、失敗したことあまりないように見えますが、実際どうですか？いやそんなことはないですね。そんなことない、はい、まあ、結構もう自転車始めて7年8年経つんですけど、最初の方は100キロでも結構辛かったんで、結構実は失敗してます。通学で自転車乗ってたよね。そうですね、通学でだいたい行き帰りで30キロぐらいだったんですけど、うん、まあ、そんなに距離はないですけど、行き帰り30キロってことは TSS100 超えますね。まあそんなにでも強度はあんまり高くないんで、でも僕だってさ、職場の通勤片道35キロで1日行って帰ってくると TSS100 人、片道ですよねそれ、行って帰って70キロですよ、行って帰って70キロだから、家帰ってそのなんか和風見ると TSS122 とか出る翌日までスケボー残る系そうそうそう、だからね、だからそれぐらいハードなことやってるから、なんか別に通学でそれぐらい乗ってるから、その失敗して100キロぐらいやったらなんてことはないんじゃない？いやそれはあんまりなかったですね。その100キロを往復で帰ってくる時は問題なかったんですけど、うんうん、100キロ行ったっきりで失敗したこととかあるんで、帰ってこれなくなっちゃった、帰ってこれなくなった、なったミスみたいな。なんで帰ってこれなの？まあちょっとそうですね、もう疲れちゃってっていう。疲れちゃって、疲れちゃって、体力を見誤ったっていう。疲れちゃってって結構多いよね、やっぱりロングライドでね、なんか行って帰ってこれなくなる、うん、もうハンガーノックとかそういう話じゃなくて、結構自分食べるんですけど、こう食べてるけどなんかもう足に力入らないし乗りたくないな結構あるよね。僕もロングライドブルベすごいやってた時だけど、大体半分過ぎるともう自転車乗りたくないなってなる。そうですね、ね、あるあるですね。だから初心者だとやっぱり100キロ走ってたら、大体30キロ過ぎて残っても70キロも家帰って布団に寝たいみたいな乗りたくないなとかなっちゃうけど、どうすればそうならない？そうですね、まあでもこれ経験にもよると思います、うん、結構その時は100キロライドっていうのはあんまりやったことがなくて、うん、それこそ通学だけでっていうことだったんですけど、ちなみに確か昔群馬に住んでて、群馬に住んでて、どこまで行きました？それ群馬で、それはあれですね、サイクリングロード利根祭でディズニー近くまで行った時の話、はい、だいぶ遠いね。そうすると僕がいた高崎からディズニーだと130キロ40キロぐらい、利根川サイクリングロード1本で行けちゃうんですよ、うん、ディズニーまで行ったの？その時ディズニーまで行った。そうですね、ディズニーの近くまで行った、はい、まで行ってました、ね、で帰れなかった。まあ帰、いや一応帰ります。帰ったけど輪行で。あ、輪行で帰った。電車で、はい、帰ったんですけど、はい、その後自転車で帰るってなったら無理でした。ロードバイクですか？ロードです。あ、ロードバイクで行って、まあ一応帰ってこなくなっちゃったって、うん、思んないなお前の話なただ走らなくなっただけで。そういうことですね。もう技量不足っていうか、その100キロっていうこのイメージ、うん、どれぐらい体力を使うかっていうのが全然わからない状態。ある程度これぐらい距離になったらこれぐらい疲れるなっていうのを把握が必要。そういうことです ね、うん、疲れる時って本当に足回んなくなるよね、うん、ね、こうやってね、だから食べててなんかお腹が減ってるとかいうわけじゃないし、なんか走りたいというのはあるんだけど、足がもう疲れちゃって回らないみたいなね、そういうのがあるよね。やっぱイメージですね、100キロ走れるかどうかっていうイメージがまだ固まってない時に、うん、いきなり100キロやっちゃうと、うん、結構失敗する確率高いのかなって思います。例えば今僕外走ってますけど、勤務後に就業後に100キロ走れるってやっても全然走れるので、
それはやっぱイメージが固まってるんですよ。まあ、100キロ走るっていう、その100キロ走ったらどうなるか、どういうことが起きるかってイメージができてるね。そうです、そうそうそう。それがないときにちょっと無理しちゃうと良くないのかなと思います。まあね、初心者だと未知の領域でね、何時間だって、30キロぐらいだと、例えば初心者の15キロ20キロで走ってても2時間半とか3時間半ぐらいついちゃう。そうですね。に対して100キロ走るってなると、そのペースだとまあ半日以上でね、乗る時間近くかかっちゃうんですかね。どうなっちゃうかっていう感じでね。佐藤さんとかは逆に。僕ですか？100キロ走ったこと覚えてますか？いやもうね、何年前ですか？古すぎてもうなんか出てこないですね。もうなんかメモリーに繋がらない感じ。そう、なんか物心ついた頃には100キロ走ってる。まあ走ってる。ただまあ痛かったの覚えてます。お尻が。ああ、お尻が痛くなるってやっぱ、そう、結構やっぱりよくあるトピック。もう多分みんな一緒だと思うんですけど、もう乗り慣れてない時からだんだん距離伸びていくけど、やっぱお尻痛いなみたいな。え、増田君はお尻じゃなくて足が先に痛くなったの？いやー、正直その話聞いて思い出したんだけど、ぶっちゃけどっちもです。どっちも足も疲れた。足も疲れたし、お尻も痛いね。はい、サドルそのまま純正の硬いものだったんで、うん、ロングライドの歴史ってケツの痛みの歴史だよね、あれ。その通りですね、本当にね、はい、どう戦うか。どう戦うか。佐藤さん昔だとやっぱ あのあれですね、あの本当にサドルっていうと馬の鞍型みたいな、ああいうラウンド形状が、まあ、今みたいな広くはないですよね。セライタリアのターボとか、あ、まあまあ、そうそう、そう、ああいう感じのサドル、ああいう世代ですよね。そう、そうですよね、はい、そうそうそう、なんかあれでしょ、うん、なんかあのカシマックスみたいなカシマックスの何でしたっけ、あのエアロとかいうサドルみたいな、はいはい、ああいうなんかまあイメージはそんな感じですけど、そういう感じでね、そうまあまあそんなのばっかりだったから、まあまあ硬いし、そう、ちょっと大変でしたね。え、どうしたんですかそれは。半分立って漕ぐみたいな感じで帰ってきましたよね、はいはいはい、ちょうど自分がまあまあ中野に住んでたんで、ちょっと、ああ行ってましたね昔、はい、そうそうそう、奥多摩、まあ、そこまで奥まで行かないで5日1ぐらいまでですかね、行って帰ってきてちょうど100キロだったんで。覚えてないですか、あの頃って、うん、その中野から奥多摩だと東京のいわゆる西側走るじゃないですか、うん、走ります、西側ですね、うん、国道ないじゃないですか、うん、めちゃくちゃ道混むじゃないですか、信号がすごい。信号多かったですね。あの新青梅街道って言うんですかね。そうですね。新青梅街道ね。はい、まあ、みんな知ってる人は知ってると思うんですけど。車に殺されるみたいな。最近、ね、この道行こうとしたらさ、なんか自転車罰の標識が出てるみたいな。とかね、通れないとかね。何回も西武線を横断する。あ、さっきも横断したぞ。なんか西武なんちゃら線みたいな。3回ぐらい渡りまで、秘密に渡る。なんか黄色い電車が何回も来るみたいな。ね、さっきもこの踏切渡ったぞみたいな。今みたいにスマホないから、ないからね、地図見ながらみたいな、どこまで来たからみたいな。でもそれは道分かってたんですね、一応。まあほぼまっすぐなんですよ。なんかツーリングマップルみたいなの持ってました。なんかね、ちっちゃいあの地図は持ってましたよ。ああ。まあもうその時っていうか、まあ、その世代はみんな標準ですよね。もうそうそうそう。なんかスマホないからね。はい、僕も最初スマホなかったんで、ロングライド始めた時、うん、ツーリングマップルなんかこんな分厚いの持って走りました。うん、あ、そう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 。そうなんです。ね、結構ね、そのオートバイいうのがあの便利で。あ、便利でしたね。はい、そう使ってましたね。ありましたね。うん、だからそれは奥多摩行って、うん、でも帰ってこれたんですよね。だから普通に帰ってこれました。まあ痛いのも我慢して、ああ、まあ、サドル一緒ですね。サドル変えたりしたんですか、その後。その頃はそんなになんか選べるほど種類がなかったから。 あそうか、昔、え、いつ頃の話ですかそれ。え80年代、80年代か、まだあの首都高の江戸橋ジャンクションにあの信号機がある時代ね、だって奥多摩有料道路でしたからね。あ、奥多摩有料道路、お金払ってましたから、お金払ってました。そう、まず、もう30年ぐらい前ですかね。30年ぐらい前か、はいはいはい、30年、あ、まあ90年前後、うん、ですね。僕小学生だ。僕いないです。生まれてない。僕にもいないです。宇宙のカスですね。違う人生を生きてたかもしれない。結構皆さん解像度低いですね。まあ、あんまりこう、そうですね、乗ってると忘れちゃっちゃいますね。で、僕はすごい覚えてるんですよ。初めて100キロ走った時とかは、僕、あ、でも初めてのライド、僕400キロぐらい走った。初めてのライドです。この話したっけ、ビチャモ TV で。僕、一番最初のライドが400キロぐらい乗ったんですよ。ないと思います。何やってんのって話なんですけど。いや、僕が自転車にはまるきっかけがそれで、僕以前の仕事ひょっ、まあ、全然ここでも話してないって初めて言うんですけど、うん、昔僕あのラジコンショップで働いてたんですよ、うん、あれ僕確かあれで言いましたね。そうそう、ラジコンじゃなくて何て言いましたっけ。ミニオークショップって言ってたけど、ミニオークじゃないんですよ。僕ラジコンショップの店員で、実は2000年前後ぐらいは実はその JMRCA っていうラジコンの全日本選手権とか出てたり、あの普通にあの模型野郎だったんですよ。だけどこれあの会社がですね、あの潰れたというかなくなってですね、あの突然あの路頭に迷ったんですね、僕はね。でその時派遣の仕事をしてたんですね。
幕張メッセとかビッグサイトとかでね、あの重機組んだりとかイベントやる仕事をしてた時に時間だけすごいあったんですよ、うん、で僕の兄が日本一周をしてたことがあって、家の前にあの大昔のなんか黒森かアルミかよくわかんないトレックが乗り捨ててあったんですよ、うん、で一日中自転車こいだらどこまで行くんだろうとか突然考えちゃって、それで家の前にあるトレックをなんか朝日さんに持ってって、あのこれ走れるようにしてくれっつって走れるようにしたんですね。だけどその時僕スポーツバイクショップって知らなかった、うん、でスポーツバイクショップ知らなかったからライトどこに買えるか、どこライトとかサドルバッグってどこに売ってるのか僕知らなかったんですよ、うん、朝日とかああいうママチャリ屋しか自転車屋ないと思ってた、うん、スポーツバイクショップだからバッグとかは適当にビニール袋をタイラップで巻きつけて、うん、ライトは、ラジコン用のライトをタイラップで巻きつけて、ライトも電池もラジコン用の 7.2V のバッテリーをこうやってタイラップでトップチューブに巻きつけて、でパンクの修理の仕方も知らないんですよ、うん、知らないまま上司じゃあちょっと自転車で走ってこようそのまま行けるところで走るみたいな、400キロぐらい走っちゃったこれラジコンのライトで賄えるものなんですか、ね、思うじゃん、うん、なんかね、あの LED がね30発ぐらい入ってるんですよ、結構明るめの、そう明るいっていうか、なんかまあ力技でね、でだけどそれラジコン用だからちっちゃいじゃないですか、ママチャリのダイナモライトあるよね、ダイナモライトね、うんうんうん、あれのダイナモライトのこの平がってバーニアね、バーニアをこうやってバチって取ってそんにラジコンのやつをくっつけて、なんかこうやってテープとかでつけてみたいなことやってるんですよ、そうねすごいそんなことやってるんですよ。その当時はキャットアイもボルト800みたいなあんな高性能なライトないから、うん、なんか暗かったんですよみんなと、うん、だけどそれはなんかラジコン用で 7.2V が超明るいそうで走ったんですよ。でその時に走って最初に失敗したのがやっぱり僕皆さんと一緒でケツが痛いってありますよね。なるよね、ケツが痛いって。やっぱりなりますよ、ね。何キロ地点ぐらいですかね。こんだけ前置きしておいてケツが痛いってい いう話だったよね。そう。どれぐらいで走ってるんですか。何キロ走ったかな。僕自宅がもう行っちゃうけど松戸市なんですよ。まあみんな知ってるか。あのピアッツァ松戸ナンバーだからね。松戸市なんですよ。松戸市から千葉を通って、内房をわーって走ってってドイツ村ぐらいでもうケツ痛いってなったね。あ、そうそうそう、いやだいぶ行ってますね。そうそう、袖ヶ浦、そうドイツ村ぐらいでケツが痛いってなって、うんうん、でまあでもまあ休んで走れるじゃないですか、そのままバーって走ってったんですよ。で暴走フラワーラインっていうのがあるんですよ。そう、うん、暴走フラワーライン街灯がないんですよ。びっくりしましたね。全く街灯がなくて自分のラジコンのライトしか照らしてない全然照らしてないんで見えないという前進んでんだか進んでないんだか分かんないんですよね。で暴走フラワーラインって波の音聞こえるんですよ。ザーって近いですよね。そうで月が明るいんですよ。おすげえなーとか思って、自転車楽しいなとかその時僕も思いましたけど、ケツ痛いんだけどねそうすっごいケツ痛くて、うん、でこの時失敗したのが、サドルって柔らかいほどいいと僕思ってたんですよ。だからおケツとかが痛くならないように実はサドルちょっと変えてたんですよ、うん、まあケツ痛くならないっていうよりもともと家の前に放置してた自転車だからなんかコロニーじゃないですけどサドルに別の生態系が生まれててコロニーみたいになってたからなんかねあの植物キノコみたいになってたから、うん、だから変えたんですよ。だけどどうせ変えんだったらロングライドで良さそうなちょっとふかふかして穴が開いてるサドルにしたんですよ、うんうん、そうだけどケツ痛くなっちゃった。なんでケツ痛くなるかってやっぱね、柔らかいサドルって触れる面積が多いんですよ、うん、ケツに触れる面積が多いからだから圧迫される場所がすごい多いんですよ。でなおかつバイクがロードバイクじゃなくてクロスバイクなんですよ。こうやって起きてると分かるじゃないですか、うん、あのケツに体重がめっちゃ乗るんです、うん、だからあの結構な間違いなんだけどロングライドしたいからっつって柔らかいサドルつけてるとかえって痛くなる。その時はあんまりも痛くなりすぎて翌朝鴨川に着いたんですよ、うん、着いてあのマクドナルドで入って小便しようとしたんですよ、まあ、これあれかちょっと汚い話かお茶の間だったら小便しようとしてるじゃないですか。もう尿道が痛くて痛くてさ小便できないんですよ。ダーッとかなるんですよ。なりましたよ。そうなりますよ、ね、尿道炎になりました。めっちゃ痛くて本当尿道炎になる、うん、なるなる。でも100キロ走るライトつってもうこの人に120か130ぐらい走ってんだよね鴨川でさもう痛くて痛くてさ小便できなくてさもうめっちゃ懐かしい。そうそうそう痛いんですよね。そうそうそう。だけど、うん、その当時僕仕事をろくにしてなかったんで派遣なんでいつでも仕事行けるからじゃあもうちょっと走るかつってなるわけですよね。タイヤもパンクしてないしだからバーって九十九里浜走るじゃないですか。九十九里浜とかはなんか歌であるじゃないですか。
九十九里浜ってあるじゃないですか。いや、ちょっと知らない、知らない。なんかさすがになんかパヤパヤっていうやつあるんですけど、だからなんか九十九里浜走ると浜が見えていい景色だなと僕思ったんですよ。うんうん、全然見えない。知ってますよね。あの木が邪魔で、そうと防風林が、あと九十九里の高速道路、有料道路っていうのがあって、はい、そ有料道路、車は見えるんですよ、はい、車は高架に上がってるんですけど、有料道路があって海で普通の道路だから、あの高速道路しか見えない、そう浜が全然見えない、全然見えない、そうそう、だから僕は九十九里浜はちょっとなんか景色いいとこ走れんだなと思ったら、実際行ったら道路しか見えないみたいな。海全然見えない。海が見えるのは千葉はなんかさっき言った房総フラワーラインだけど、さっき言ったじゃないですか、はいはい、真っ暗闇でさ何も見えない、夜だな。何も見えない、波のザーッと音しか聞こえないみたいな。だから100キロ走っていい景色見ようと思ってもちゃんと事前準備しないと何も見えない。でその後 もっと走ったんですよ、うん、調子についたんですよその日にね、はいはい、夕方に調子についた、はい、そうもういい加減疲れたしヘロヘロだからお風呂入ろうとしたんですよ、うん、だけどあの入れなかったんですよ。なんで入れなかったかっていうと日焼けがすごくて、もう浸かると全身痛いんですよ。痛くて、ね、痛くてもうこんなになってお風呂入るわけですよ。入れてあーって痛いんですよ、そうそうそう。お風呂入れない。だからそのピーカンバレの日にロングライドするときはちゃんと日焼け止め塗ろうね。そう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 。塗らないと痛くなっちゃう。そう。こんなだって3日ぐらいお風呂入れなかったの、こんな腕上げて ね。懐かしい。そうそうそう。ね。いますね。うん、覚えてない。いやもう本当にいっぱいありますよ。この前走った時も日焼け止めあんま塗らなくて、うん、痛ーみたいな。今でも痛くなるの？いやそんなにいいですね。今はもう結構塗る意識があるんですけど。うん、まあ、ただ忘れて相当な日焼けをしたなって時はあまり風呂は入らないようにしてます、うんうん、そうだからその時から日焼け止めもそうなんですけど、僕はなんかウォーマーとかなんかアームカバーとかをつけて夏場走るようにしてます、うん、あ、じゃあ直接日光に当たらないように。だから日焼けってすごい体力を食うので、だからそのロングライドする時とかは意外とこんなすっごい暑い日でも、うん、実はそのカバーつけて日焼けしない方が涼しかったりとか体力奪われなかったり、日焼けするとホテルじゃないですかすごい、ね、だからそれが良くないっていうね。で、まあ銚子って僕住んでる松戸とか柏からだと100キロから120キロぐらい離れてるんですよ。でその地点でもう30何時間も自転車乗ってるんですよ僕。だからもうくたくたになってて、お風呂入って休もうとしてもこんなんで休めなくて。でなんか寝る場所とかも何にも考えてなくて神社で寝たりとかしてたんですけど。神社で。でその日のなんか3日目の夜ぐらいにまたあの出発して利根川をわーって遡って戻すけど、さわらぐらいで僕は力尽きてしまったんですよね。あ、力尽きた。力尽きた。もう走れないって。まあまあありますよね、距離ね。そうそうそう、力尽きちゃって、でどうしようかなってなって、こういう風になってる時に友人から連絡が来て、ホンダのねアコードを買ったから一緒にドライブ行かないかって連絡来たんですよね、うん、いやサワラでくたばってるからあのダメなんだよって言ったら、あサワラだったら迎えに行くよってアコードで迎えに来てくれたんですよ。あで乗せてってもらった、乗せてってもらったんだけど、ホンダのアコードってどんな車か分かってる方は分かると思うんですけど、うん、あの車ってセダンなんですよ、うん、だからフォードアのセダンで後ろのトランクバッて開くじゃないですか、うん、でも自転車どう考えてもでかいじゃないですか。いや迎えに来てもらっても乗らない僕思ったんですよ、うん、でその時に友人が突然クイックリリースを開放して車輪外したんですね、うん、僕目玉飛び出して、え車輪外れんのとかだって。あ、じゃあその友人さんは知ってたんですか。そう、彼はマウンテンバイクとかちょっと遊んでて、うん、そうそう、でちょっと自転車知ってる子だったんですよ、うん、そう乗るよとか言って普通に前輪と後輪外して乗せてさ、うんうん、とかなってた。車輪の外し方知らなかったんですよその時はね。だからロングライドする時は別に、あでもダメだ、やっぱ覚えようね、車輪外し方ぐらい ね。 そうね。車輪なくてもできるとか言えないの。そうそう、まあ、その時は僕、まあ、ここだけの話、うん、家の前で兄貴が放置してた自転車をレストアして乗ったんで、1万2000円ぐらいで直したのかな僕確か、うん、だから走れなくなってパンクしたら直し方しないから捨ててくりゃいいやとか思って。そう、まあダメだったらダメでいいやぐらいにしか思ってなかったんだけど、でもなんかね意外とちゃんと整備した自転車、タイヤも新品だったし、うん、朝日さんでちゃんと整備してくれて、なんかまあホイールとかちょっとなんか調子よくなかったけど、うん、一応触れてなかったしそれなりに走れたから、なんかまあ、結局430キロぐらい乗ったのかな。初でそれは。初で、そうそう、才能の塊です。すごい。でそれぐらい乗ってから初めてスポーツバイクショップっていうのがあるっていうのをそのホンダのアコードの中で聞いて
で連れてってあげるって言って、それで後日一緒に後日初めてスポーツバイクショップに400キロ走ってから行くっていう疲れててあんまり集中できないだから店員さんにあどれくらい乗ったのとか言って400キロ乗りましたとか絶句するよね。あんまり当てにならないねみたいな。だからもう最初でそれだけ失敗したの僕、うんうん、そうだけどその後、うん、実は僕クロスバイクちゃんと買い直してるんですよ。兄貴の捨てたっていうか捨てて放置してあったストリックじゃなくてビアンキのローマ2っていうのを買ったんですよ。2位ですね。そうそうそう、あれ4年ぐらい乗った。そうあれでも失敗してるんですよ。100キロライドした時に当時はそのやっぱ初心者って整備の仕方わかんないじゃないですか自転車のね、うんうん、ていうか今日のトークで俺ばっか喋ってないなんかまあいいじゃないですか、まあまあまあ、そういう日もある。聞き手2人になっちゃってるさ、そう何分喋んだよ川中みたいな話なんですよ。そういや多分あの視聴者さんも川中の動画見たいから大丈夫。本当に見たいのよね。押してると思うんですよ。問題ないです、はい、あのね千葉県って、うん、昔滑川アイランドっていう動物園があったの知ってます？動物園っていうか、うん、テーマパークがあったんですよ、うん、ありました。知ってます？まあ知ってます、まあ、営業増田君は多分知らないと思 う、 そう2001年か2000年ぐらいに営業終了してるんですよ。で滑川アイランドっていうのはどういうとこかっていうとあの、まあ、動物園のテーマパークみたいなところで動物がいっぱいいたんだけど、これちょっとねあの罪なことやってて、罪っていうか、まあ、ちょっとねいろいろね弊害があってですね、動物が逃げ出して野生化してるんですよそこ今じゃもう捕まれるレベル。そうそうそう、あのね何が逃げ出したかっていうと鹿ね、鹿、はい、そう千葉県の房総半島って実はキョンっていう鹿がめちゃくちゃいっぱいいて、うん、でこのキョンっていう鹿は外来種、うん、でなんでいっぱいいるかっていうと、その滑川アイランドから逃げ出した鹿が繁殖してめちゃめちゃいっぱいいるんですよ。だから房総半島走ると鹿がいっぱいいるんですね。だから僕一回その、まあ、何度もロングライドしてるとやっぱ100キロとか慣れてくるから房総半島とかカジュアルに自宅の松戸から立山まで走っちゃったりしてたんですよ。だけどある日読みが甘くて立山で夜になっちゃったんですよね、すごい、うん、で夜に暗くなっちゃってそこから家帰んないといけないってなった時に、ああ電車で臨行して帰るかとか思うじゃないですか、まあ、田舎は電車の終電が早いんですよ、まあ、まあ普通ですね。そう僕はそのね久留里線っていう電車があるんですよ。久留里線に乗って帰ろうと思って、うん、まあ、その時電車そこまで詳しくなかったんで上総亀山って終点があるんですね、うん、終点まで行けば乗れるだろう、ね、終点がその時夕方で終わってんだよね。夕方でそう6時とか5時で終わってて、うんね、でその先の久留里って駅まで行くと、夜9時まで走ってるってなったんですね。だけど亀山から久留里まで結構距離あるんですよ。なおかつロードバイクじゃなくてクロスバイクで僕当時レースやってないからその巡航速度もないんですよね、うんうん、でそこから行こうとなったんですけど、まあ、暗い状態で僕は自転車の調子が良くなくてチェーンをボンと落としちゃったんですよ、うんうん、落ちちゃってでジャムっちゃったんでチェーンをこうやってガーッと直さなってる時にあのガサガサガサって鹿がこっち見てるんですよで暗くて見えないんですよね山中で。で鹿の目がこっち見ててさもう怖くてさヒーヒーだからってこうやってトンネルがあるところまでこう自転車を押してってトンネルで直したんですよ。鹿にやられるってことはなかった。そうそう鹿がさなんかタックルしてくんじゃねえかとぐらいこっち見ててさガサガサ2匹3匹ぐらいさあれねキョンね、キョンがねキョンってキョンがこっち見ててさだからトンネルまで行って直した。でもそんなことしてると、うん、クルリまで来たらクルリ終電行っちゃってんの、うん、もうないやみたいな。ないや。クルリの次が木更津なのね。木更津夜のなんか10時50何分の電車に乗れば木更津からだと家帰れると思ったんですよね。だからクルリから頑張って木更津行ったの。5分前に終電行ってそうどうするかっつったら自走で帰るしかないね。そう自走で帰った。自走で帰った。そう家着いたらもう日昇ってるその頃からブルベしてたんですね。ブルベみたいになったことになってた。普通に知らなかったかもしれないですけど、うん、的なことはしてたんですよ普通に、うん、そうそうそう。なんかすごい辛かったっての覚えてる、うん、なんかもう楽しいとかじゃなくてなんかいやーちゃんと調べないとダメだなとか僕思ったんですね、うん、その時で、ね、下調べね。君たちなんかそういうの覚えてないの？あとは銃弾のあのあー、はい、どの時の話なんですけど、うんうん、まああれですかね、友達と宮ヶ瀬ヤビツでしたっけ、はい、でちょっと死にかけた雨具とか持ってかずに夕立に振られて、あなんか前でもそれ6ぐらいの回で話してた、話してたね。そうあれぐらいですね。あれぐらいなんだ。なんか僕なんか山ほど出てくるねその話ね佐藤さんとかもっと僕より走ってるはずだからもっと話出てくるのに。いやなんかまあいろいろありましたけど、確かにその寒いっていうのはありましたね、うん、秋に山の中で雨降られて、うん、ああ
そのプレゼント。その時カッパは持ってました。持ってない。持ってないですね。持ってなくて、ただただそのなんか大きいビニール袋持ってたから、たまたまそれをこうギリギリ着て、あ、着れますからね。大きいビニール袋だったから、それで上だけでもちょっとしのいで。もうガッタガタ震えながら帰ってきたとかビニール袋って結構エマージェンシーでよくて、はい、僕も確かロングライドとはちょっと違うんですけど、うん、ヒルクライムみたいになんか高いとこ行くと寒いじゃないですか、うんうん、初心者の頃ってその寒くなる感覚が全然分かんなくて、下界が25度とか30度あるじゃないともう半袖ジャージじゃないですか、うんうん、それで上行くとめっちゃくちゃ寒いのね、なんか雲とかかかっちゃってさそうクソ寒くてさ、気温見るとさ9度とかになってるんで、ね、そう日が当たんないからもっちゃ寒いですね。 それでいてあれですかね、登った後に汗かいてるし、うん、でダウンヒルするんでしょ、ダウンヒルですか、ね、死んじゃうよとかなるよね。そうですねそうした高いところでは結構やばかったっ、ね、だからその時もなんかあのいや寒くて寒くてって凍えてたら、うんうん、その時一緒に登ってた別の知らないライドにゴミ袋もらって、うん、これチョッキンチョッキン切ってこうやってズボってやってで寒さをしのいだってことだった。そうそうそう、まあ一回やるとねかなり便利っていうのは分かる。だからゴミ袋って実はサドルバッグに忍ばせてるとちょっといいかもしれない。そうですね、何かあった時用に、まあ、ちっちゃくなりますからね、あれね、あれ結構ちっちゃいですもんね、うん、もう70リッターあるといいですね。70、そうですね、70あるとだ、まあ、何かしらには痩せてる人だと45リッターでもいける、45でもいけるの、ね、そうそう、雨では僕も2、3回使いましたかね。そう、他に100キロのライド、100キロっていうのライドの思い出、いや林道に行って、うん、途中で食料とかあれが尽きて、うん、あと2時間頑張んなきゃっていうのはありましたね。どこですか、そういう場所。ちょっと言えないんですけど言えないちょっと言えないんです。まあでも要はその林道ですよね、林道のアップ、あ、何県、あ、何県、長野県だったかな、あ、長野県、もうね林道ね腐るほどあるんで行ってたんですけど、はいはい、まあ思ったより長かったのと、もう乗れるレベルの場所じゃなくてずっと押してたんですけど、途中ね、そこでもう食料つけてめっちゃお腹空いてるけど頑張んなきゃみたいな。事前にちゃんと地図見ようみたいなのありますよね。あるんですけど、まあ、林道ってめっちゃ時間かかるんで、はい、もう日もだいぶ傾いてて、このまま行ってりゃ食料尽きて日が暮れるぞっていうギリギリのことはありましたね。それロングライドって遭難じゃないですか。しかも、ね、しかも標高がもう 2000m 超えてる場所だったんできつきつ登山で遭難一歩手前みたいな、手前ですよ、ね、ではありました。その失敗してからその後ですよね、それにならないようにどうすればいいかみたいな、うん、よく考えて、あと、まあ、ちょっと荷物が増えるかもしれないですけど、うん、カッパとかいろいろ持って食料持って走るっていう、うん、まあ、結局筋肉は解決する、まあそういうことですね。あの結構僕筋肉があるんで、筋肉と脂肪があるんで、その普通の人間からするとタフなんですよ。はいはい、はい、なのでそんなにこう食べてさえいれば力尽きることはないかなっていう、うん、まあ、ちょっと前ショート動画でさ、おにぎり40個食べるとか、あ、おにぎり40個食べ、40個食べればいい、はい、どぎも抜いたよね、食いすぎだろうと思ってたよね。そう40個、はいね、あれあの、うん、そうですね、結構こう例えばずっと塩おにぎりとかだけ食べてるとすぐ飽きちゃうんで、うん、あのご当地おにぎりとかもいっぱい食べる。ああ、なんか結構コンビニご当地おにぎりとかがあったりするから、うん、やっぱ結構コンビニ結構活用すると便利で、うん、ロングライドとかでもなんか日本って結構田舎でもコンビニあるよね、うん、そうそう、だからそういうとこでなんかちゃんと補給するみたいな。確かそのライドアクロスジャパン去年か走った時も、うん、ローソンで結構いっぱい食べた僕。あ、はいはいはい、ローソンの惣菜なんかね、西日本ローソンがすごい多くなかった？多いですね、西日本なんかローソンがすごい多くて、ローソンでやたら食ったっていうのだけ覚えてるのと、ローソンのスパゲッティが美味しかったっていうのがめちゃめちゃ。あとローソンとかそのコンビニにお土産売ってませんでした、うん、あ、売ってる、売ってましたよね、売ってる、売ってる。僕、あれ、てか結構ロングライドでご当地のお土産を買うじゃないですか、うん、箱に入って、うん、はいはい、化粧箱に入ってる、はいはい、あれ買って、もうバッて開けて背中に詰めて走る。お土産じゃないね、俺が食うみたいな。そういうことです、ね、お土産じゃなくて、それを補給食にする。なんかひよこみたいなやつでしょ。あ、そうです、そうです、ひよこ最高です、はい、このひよこあるだろ、これ全部わしのじゃん。特にあのビニールに入ってるやつは背中で濡れないんで、あ、はい、小分けになってるやつ、それは重宝してますね。あ、じゃあ結構お土産でも躊躇せずに買って食う。あ、食べます、食べます。いや、これあの本当に参考にしていただきたいんですけど、お土産は補給食なんですよ本当に。お土産を持ち帰るんじゃなくてその場で食べる、食べる、その場で食べるか背中に入れるんです。まあ確かにまんじゅうとかひよことか結構エネルギー効率は良さそうだよね、うん、そうです ね全然消化にもいいものとか結構あるので、うん、100キロライドで走る際の参考になるコースとかの、うん、ルート上の失敗、うん、
基本的にはやっぱ平坦で組む人が多いとは思うんですけども、平坦組んでれば間違いないかとか思うんですけど、僕はたびたびこのビチャム TV で話してるんだけど、僕はヒルクライムがすごい嫌いです。坂道登りたくないんだけど、でも結構ライド動画見てると佐藤さんとも行くんですけど、うん、山登ってんじゃないかとか思ってる方多分結構多いと思うんですよ。これはなんで山行くかっていうと、平坦は飽きるんですよ。そうで、だから100キロのルートで楽だからって言って平坦のルートを組むと、うん、飽きます、うん、ものすごく飽きます、うん、飽きるよね、飽きます、飽きるよね、あの広域濃度とか見たくないもんね荒川とかもそうなんですけど、ね、そうだから荒川サイクリングローズね、それで、で行ってもなんか熊谷まで行って帰ってきたら100キロぐらいになるじゃん、飽きる、うん、ね、なのでなんだろう、フルーツパフェと一緒で、フルーツパフェってよくできてて、上にソフトクリームがあって、コーンフレークがあって、ババロアがあって、ジャムがついてて、最後生クリームがあって、あれ上から食べ進めてくるから飽きないんですよね。この話前もした気がするな。あれが全部ソフトクリームだと食べると飽きるみたいなのと一緒で、ずっと平坦が楽だからって平坦走ってるずっと飽きて嫌になっちゃう。で時々やっぱヒルクライムとかアップダウンがあった方が、結構大変なんだけど、ロングライドのバリエーションとしては飽きずに走れるし、意外と疲れないみたいな、うん、坂道も頑張りすぎないといいっていうのがあったりするんで、なんでまあ最初の頃は平坦ばっか走ってたけど、アップダウンあるルートを入れた方が楽しかったり楽だったりするんで、そういったルートをやってもらっていいかなと思います、うん、ちなみに100キロは、さっきちょっとリクエスト出てましたけど、あの100キロ走るの時間、最短タイムはどれくらいですかっていう話なんですけども、うんうん、佐藤さんはどれくらいですか、100キロレースじゃなくてロングライド。100キロですか、ロングライド、まあ、その宇都宮と高崎は自分家からちょうど100キロぐらいなんですけど、はい、まあ、どっちも2時間4、50分で行ってた記憶は、やっぱ3時間切るんだね。切りますね。それあれでしょ、サイクリングロードでしょ一般道、一般道、一般道で、一般道で何キロ出してるんですか。いや、まあみんな車が速いから、あ、車、そう、車が速いと走行負っていうのが結構あって、うん、意外と楽に、そう、意外と追い、うん、全体的に追い風みたいな感じで走る、基本追い風なんですよねっていうのはあったりします、うん、なので、まあ、一般道ちょっと、まあ、車に気を使ってもらったり交通法規に気を使ってもらう必要はあるんだけど、だけど意外と慣れてくると、うん、意外とその向かい風に悩まされることがないっていう、走行負を使って速く走ることができるよって、そうですね、増田君はなんか100キロ、うん、そんなに目安というか最短はないですね。ただやっぱサイクリングロードでもうノンストップで走って、うん、そこまで飛ばしてない時で3時間半かからないぐらい、まあ、これも相当早い方、まあ、30キロ以上で、ね、まあ、出てない、ね、ちなみに200キロブルベの最短タイム、あ、200キロブルベの最短ですか、うん、そりゃそんなにあれですね、結構200キロ僕遊びまくってるんで、ああ、じゃあんまりファストラン、ギリギリ、はい、ファストランみたいな感じでやってない、はい、ブルベは出たことないですけど、ちょうど家から郡山まで200何キロだったんですけど、うん、休憩時間入れて6時間半でした。早すぎでしょ、早すぎでしょ、自動車と変わんないよそう、ちょうど本当に6時間半くらいでしたね。それ東北自動車道走ったんですよ、自転車で走入れない、そう、東北自動車道走ったんですよ、あーって入れないですね、おかしい、それやばいですね、だいぶ早かったな。ちなみに僕は100キロは一応ギリ3時間くらい、2時間50分とか、うん、あ、ちなみに霞ヶ浦、一周、はい、でも霞ヶ浦とかだと、うん、多分ね、フル尺の一周で多分100キロちょっとぐらいで、ショートっていう霞ヶ浦大橋っていう道の駅玉造りからショートカットするルートがあるんだけど、うん、それで多分、90キロぐらい、うんうん、なんで、まあ、90キロだとちょっと寄り道すれば100キロぐらいになるんで、まあ、100キロ走りたいという方とかで、まあ、イージーに狙いたいんだったら、霞ヶ浦一周がいいかなと思うんですけど、これさっきの話もちょっとつながってて、平坦なんですよ、飽きるんですよ霞ヶ浦めっちゃ飽きますよ、ね、飽きる、走ったことある、もう5回ぐらいあるんですけど、うん、めっちゃ飽きます、ね、本当にね、もうあんまりあれですね混んで行こうとはもうちょっとそろそろいいかなそう、まあ、塩見食堂で大盛り食べれるんで、うん、知ってる塩見食堂、知らない、なんかすごい大盛りが出てくるやつがあるんですよ、すごい、そうなんで、まあ寄り道するとこは結構あるんで飽きずに走れたりもするんだけど、まあ基本的に平坦はすごい飽きるので気をつけましょうという感じですね。昔その佐多岬スタートのバイクアクロスジャパンっていうね、2016年か17年に出た日本縦断の時にお尻がすごい痛くなったんですよ、晩秋赤穂市とか綾部とか、うん、あの辺ですごいお尻痛くなった、最初の方ってこと
最初というか、まあ序盤の3分の1ぐらいかな、1000キロ超えようかどうかっていうぐらいの時にもうお尻が痛くなっちゃってさ、もう我慢できなくてさ、その時スタッフに相談しちゃったのに、いやもうお尻が痛くてもうどうしようもないんですよとか言って相談したら、スタッフはお尻が痛いのは我慢するしかないよねなんか言われる我慢できねえから聞いてんだっつうのみたいなね。なんか前お尻が3つに割れたって言ってましたよね。あ、そう、ケツが3つに割れる3つに割れるってどういうこと。そうそうそう、まあ、その時まあひょっとしたらロングライドの時に話したかも、ロングライド界でブルーベ、まあ、すごいビチャモ TV の初期の頃に話したかもしれないんだけど、その時はもうキズパワーパッドをケツに貼って我慢して走った。あれって擦れたら結構あれしようんじゃないですかね。まあ、これもその時ちょっと話したかもしれないけど、ロングライドのケツの痛みって僕は やってると2種類ある。2種類ある。一つは圧迫によってケツが痛い、はいはい、これはさっき言ってたそのクロスバイクの痛みで、まあ、尿道が痛くなっちゃうというのは圧迫による痛みで、もう一つはかぶれなんです。かぶれ、そう、サドルにずっと触れてると通気性が悪い上にパッドがなんか分厚いじゃないですか。ロングライド用パッドとかなんかいろんなメーカーで売ってるじゃないですか。あれ分厚いんでめっちゃ吸水するんですよ。あれ汗かくじゃないですか。汗全部吸ってかぶれるんですよ、あれで。そうそうそう、あの、ね、通気性が悪くてね。そうそう、でその出来物が潰されることで痛いんですよ。はいはいはい、なるほどね。で僕は工事のその何だっけ、蒸れて痛いっていうのになっちゃったんで、それはキズパワーパッド貼ると直接圧迫されないで、キズパワーパッドってなんかね、中にゲル状のものが出るんですよ、うんうん、ね、あの汗と反応してね、それがなんかいいクッションになって、なんかね痛くなんなかったんですよ、その時。なるほど。そう、ちょっとぷっくらしますからね。そうそう、ぷっくらするでしょ、ね、それ、あの、僕はさっき言ったようにその兵庫県の赤穂市とか綾部あたりでケツ痛くなって解決したのが新潟県でした。結構進んでます。そう、新潟までケツ痛いまま頑張ったんですよ。すごい越前海岸とかもう我慢できないぐらい痛かった、その時そう、親知らずとかケツ痛いまま乗ったもんねあそこスピード出さない。そうそうそう、きついのに。そう、あ、でもスピードを出すと意外とお尻痛くない。そうですよね。そうそう、だからゆっくり走れば走るほど実はお尻に体重って乗るんですよね。だから実は頑張って漕いだ方がお尻痛くならないっていうのがあるんで、まあ実はゆっくり走るとかえって痛いし、あんまりどっさりあれですかね、座りすぎないで、そうそうそう、ペダルに体重を乗せるイメージで走るっていうのと、これもブルベンの時に言われたんですけど、遅いやつほど疲れてるっていう。そうですね、そうですね。だから初心者も体力を温存してゆっくり走ろうとするんじゃなくて、意外となんかちょっとアップテンポなペースで走ってくれた方が意外と楽にするって100キロ走れちゃうかもしれない。うん、ね、まあそうですね。なんか今回はなんか本当俺ばっか喋ってんな。そんなことないじゃん。まあいろいろ話しても大丈夫。なんでまだ喋ろうかみたいな。もういいかな。もういいかなみたいな。尺的に。はい、というわけでですね、何分喋ったの、はい、今回はコーヒー出てこないぐらい喋りましたね。はい、今回はですね、100キロライド、ね、するのにあたっての、注意点。失敗談、ということでですね、お話しさせていただきました。またこういうね話の内容でちょっとねトーク、してもらうと面白いかもっていうのがあるようでしたらコメント欄、書いていただければと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、頑張ってね、ブルベ、PVP ね、まあ、頑張ってね、頑張って、これ上がる頃には多分もう終わってる、終わってる、終わってる、完走してます、完走してる、そうそうはい、バイバイ、バイバイ、お疲れ様です、はい。